今回は早稲田大学の研究結果などをもとに足が老化する原因5000について動画で解説していきます。早速今回のテーマ足、こいつは体の中で最も老化しやすい部分と言われていて、例えば25歳を超えると加齢に伴って毎年 1% ずつ筋肉が減っていくなんてことを一度は聞いたことあるかと思いますが、上半身と下半身の減少スピードを比べるとこんな感じで、なんと約3倍も違うわけでございます。こいつは大日病院の公式ページから引用させていただいたグラフで、上半身の筋肉が20代から70歳にかけて 14% 落ちるのに対し、下半身足の筋肉は 40% 減少と約3倍も早く衰えるわけでございます。この理由については、筋肉にはパワー重視白い筋肉側筋と持久力担当赤い筋肉遅筋の2種類ございますが、白い筋肉側筋は加齢によってかなり衰えやすい、そして下半身にはこの側筋が多く含まれているため、上半身に比べて3倍も早く衰えるわけでございます。なので今回はそんな足の健康をゴリッゴリに守るため、足の老化が一気に進む原因5000について早速解説させていただくと、一つ目がタンパク質不足でございます。筋肉の材料タンパク質を取らないと細い足が完成するというシンプルな理由で、実際にこちらのフランスフェルファン病院が平均72歳の高齢者304名の方をそこから10年間追いかけ続けた研究によると、タンパク質摂取量が体重1キロ当たり 0.8g 未満の人よりも体重1キロ当たり 1.2g 以上摂取している人の方が、寝たきりや病気といった健康上の問題が明らかに少なかったですよと発表しているわけなんです。ちなみに体重1キロ当たり 1.2g 以上、これは例えば体重70キロの場合 84g 以上のタンパク質を毎日食べる必要がありますが、例えば卵に換算すると14個、豚肉に換算すると 0.6 キロも食べる必要があって、そこそこ大変なので、食べるのがしんどい人はジュース感覚でタンパク質が取れるプロテインをちょこちょこ利用するのもおすすめでございます。そして足の老化が一気に進む原因2つ目が食が細いことでございます。例えばささみばっかり食べてタンパク質は100グラム取っているけど、総摂取カロリーは1日1000キロカロリーみたいな、他の栄養が足りていないのもやっぱり NG でございます。実際に先ほどのフェルパン病院の研究では、タンパク質やカロリーといったその他のエネルギーが適切に取れている人と、エネルギー摂取量が少ない人でどれくらい病気になる確率が変わるのか、これも調べてくれておりまして、結論 3.3 倍も寝たきりや病気になる確率が変わったよと発表されておりますので、少なすぎずなおかつ多すぎないエネルギーを取り続けるのはめちゃめちゃ大事。ちなみに摂取カロリーの目安はこんな感じで、例えば40歳男性で身体活動レベルが普通の場合、2650キロカロリーが適正量、そして他にもちょうどいいタンパク質、ちょうどいい脂質、ちょうどいいビタミンミネラルと、うわめんどくさと思ってしまいますが、病気になる方がはるかに大変かと思いますので、高瀬の動画でも見て一緒にガリ勉になりましょうと、そういうわけでございます。そして足が一気に老化する原因3つ目が肥満でございます。栄養不足はダメよと解説しましたが、反対に栄養取りすぎも NG で、足の観点から言うと膝の負担がえぐいわけでございます。歩くと体重の 2、3倍、階段を降りると体重の 6、7 倍の負担が膝にかかると言われていて、例えば20キロの子供を抱っこするとシンプルに重たい、そんなただでさえ重たい子供が泣きじゃくって暴れ散らすとより一層重く感じ、さらにちょっと高いところからジャンプして飛び乗ってきたらもはや軽い事故、要するに同じ重さでも運動エネルギーが加わると負担は大きくなる。これと同じように膝も、立っているだけなら体重例えば70キロの負担、ただしかし
歩いて運動エネルギーが膝に伝わると体重かける2、3倍。さらに子供が段差をジャンプして飛び乗ってくるかのように階段を降りると体重かける6、7倍の負担が膝にかかるわけでございます。なので5キロ太ったとすると歩くと15キロ分、階段を降りると35キロ分の負担がさらに膝にかかる。ちなみに膝の軟骨といった関節軟骨はほとんど血管が通っていないため、一度すり減ると再生は難しい。そんな仕組みもございますので、肥満の人は膝の軟骨をこれ以上減らさないためにも急いで痩せた方がいいですよと、そういうわけでございます。そしてなんと偶然にもこんな感じ、こんな感じ、こんな感じと痩せる人が出まくりなダイエット情報を博士の本棚公式 LINE 限定で定期的に配信しておりますので、概要欄のリンクから急いで登録した方がいいですよと、そういうわけなんでございます。というわけで下心満載の告知が終わったところで、次足が一気に老化する原因4つ目が運動不足でございます。先ほど解説したタンパク質やカロリーといった適切なエネルギーを筋肉に変える行動、さらに肥満を予防する行動、それこそが運動でございます。ちなみに理想を言うと筋トレ、特にスクワットがおすすめです。先ほどパワー重視、白い筋肉側筋は衰えるのが早く、この白い筋肉側筋が下半身に多く含まれているため、加齢によって上半身の3倍も早く足は衰えますよと解説させていただきました。なので下半身の側筋を鍛えるのはめちゃめちゃ大事。ここで重要になってくるのが無酸素運動で、例えば1時間歩き続けることはできても1時間スクワットし続けるのは多分無理。その理由はシンプル。ウォーキングは持久力担当な遅筋を主に使う有酸素運動、一方スクワットはパワー重視で持久力はない速筋を主に使う無酸素運動だからでございます。なので遅筋をメインに使う散歩ばっかりだと速筋が置いてきぼりになってしまいますので、下半身の速筋をゴリゴリに鍛えてくれるスクワットでいつまでもゴリゴリムキムキの足腰を手に入れましょうと、そういうわけでございます。そして足が一気に老化する原因5個目が運動のしすぎでございます。例えば納豆が体にいいからと1日100パック食べれば多分病気になる。これと同じで運動が体にいいとは言ってもしすぎると逆効果。具体的には週あたり140分を超えるともはや筋トレをしない人より不健康になるよと、東北大学、早稲田大学、九州大学の研究チームが2022年と最近に発表しているわけでございます。研究内容が筋トレと死亡リスクに関する論文1252件を集計整理して、その中から信頼度の高い論文16件を選び再分析するという、さすがは日本の名門大学と言いたくなっちゃう質が高いメタ分析の結果を引用させていただくと、こんな感じでございます。これはシンプルに1週間あたりの筋トレ時間と排塵する確率、総死亡率との関係をまとめたもので、1週間あたり40分から60分前後筋トレする人が最も健康的で、反対に1週間あたり140分以上筋トレすると筋トレ時間0分の人よりも死亡リスクが上がるということが判明したわけでございます。ただ反対に言うと、週あたり40分、1日換算 5.7 分筋トレすれば筋トレの効果を最大限得られますので、 5.7 分全部スクワットに使い込むと3倍も衰えやすいくせに、全体のうち60から70% も筋肉が集中している下半身が鍛えられてコスパがいいかもしんないと。以上をまとめると、タンパク質やカロリー、その他の栄養をちょうどよく取り続け、さらにはちょうどいい体重を保ちつつ、ちょうどいい運動量を確保し続けるという、何事もバランスが大事よとよく言いますが、あれは本当だったと思えるほど人生バランスゲーでございますので、ちょうどいいエネルギー、体重、運動量を確保して健康があり余る健康大富豪になってやりましょうと、そういうわけでございます。ちなみにこんな感じ、こんな感じと痩せる人が出まくりで
私自身毎日実践している一般的なダイエット法よりも2倍速でめっちゃ簡単に痩せる方法を解説した動画を高瀬のんだな公式 LINE 限定で無料配信中ですので、興味のある方は概要欄にからご覧いただければ嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。